こんにちは。カサライフのカサ島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。太極拳の教室から帰って、昼にご飯食べようと思ったんですけど、もう今やっぱりこれにハマっているんです。おばあちゃんはこれを細かく刻んでたんだけど、めんどくさいからこのまま食べたんだけど、食べてるんですけど、結構いけます。ナスとキュウリ、みょうが、大葉の塩もみしたやつです。お昼ご飯なんだけど、昨日ちょっとゴーヤチャンプルもどきを作って、ゴーヤと卵とあとハムですね。ゴーヤチャンプルもどきって言ってるんですけど、お豆腐とか、ね、なんか入れてないんだけど、結構これで美味しいから、なんか、食べきっちゃう量しか、前の晩とか作らないのかな。私なんかちょっとこれ多かったか。なんかね、この残り物が意外と次の日美味しかったりします。とピーマン、オーブンで焼いた、魚焼き器で焼いたんですけど、おかかかけて、醤油かけてあって、これも次の日食べて、残り物だけど、意外と美味しいんだよね、こういうのが。はい、今日のお昼は、残り物、いただきます。これとご飯です。納豆を食べます。キュウリとナスとミョウガと大葉刻んだ塩したやつにちょっとだけお醤油かけました。いただきます。とネギを納豆にかけて、よくこのやっぱりネギを入れるの好きなんですよね。あ、ネギがないと入れなかったりするけど、なんかとってもよく混ぜて食べるのが好きです。子供の時からみょうがとか、ふきのとうとか、変なものが好きだったんですけど、もう今もすごく好きで、みょうがとか本当今食べないとどうするのっていうぐらい好きですね。いただきます。納豆ご飯が美味しい。うん。こぼれた。うん。うん。ゴーヤって
嫌いな人は嫌いかもしれないけど、なんか一回食べて好きになっちゃうと、ほんとこの苦味がやみつきですね。お客さんに出す時の料理はピーマン種を取るけど、もうねピーマン種取るのやめて、もうそのままいつも使っちゃってて、今までなんで種食べなかったんだろうっていうぐらいピーマンの種美味しい。家で食べるご飯ってなんて飽きないんでしょうね。なんか、ほんと。家で食べるご飯が一番美味しいと思っちゃう。うん、ほんとこのナスとキュウリとミョウガと大葉、最高の組み合わせだと思う。なんか山形の料理なんですかねこれ。私はおばあちゃんがいつも夏になるとよく作ってくれたので、おばあちゃんの味なんですけど、生協の荷物のお届けでした。うん、おいしい。もう、
これ、美味しい、ほんと。この。野菜丼ぶりだけでもいいかも。ほんと美味しい。庭にね、みょうが植えたんですけど、日向で全然育たなくて、なんか日陰の木陰みたいなところがあったらみょうが育てたいな。子供の頃、庭にみょうががあって取りに行くのが楽しみでした。大家族で育ったけど、今思うと、ああいう大家族で子供が育つのが良かったんじゃないかなって思います。おばあちゃんにすごいやっぱり影響を受けている自分がいます。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。もう着替えなきゃ。デザート、冷やしぜんざいと麦茶。これが余計なのかもしれない。痩せない私。まあちょっと痩せたり、また戻ったりとか、なんかそんな繰り返しだけど、まあこれ以上体重を増やさないと思っているんですけど、まあ元気だからいいかと思って。なんか白玉団子とか入ってないんだけど、冷やしぜんざい、これ栄太郎のなんですけど、あんまり置いてあるスーパーとかなくて、これはうちの方ではパークスっていうところに置いてある冷やしぜんざい、これ美味しい。ほんと好きって美味しい。結局糖分を取っちゃってるんだけど、ケーキとかよりもあんこならいいかなって自分を甘やかしています。これね、ほんと美味しい。どういうのか見せる。こういうの、栄太郎の冷やしぜんざい、これ美味しいですよ。ついね、つい買っといて、ちょっと食べたりする。ちょっといいお値段するんです。
夜間で麦茶を沸かして、で冷蔵庫で冷やしています。なんかペットボトル買うのあんまり好きじゃなくて、やかんで麦茶を沸かすのが好きです、夏は。それで冷やして水筒にその麦茶を入れて持って行っています。でも真夏のすごい暑い時はそれだと塩分が足りなくいいのかなと思って、ちょっと塩飴舐めてったりしました。そんなに料理は減塩食じゃないと思うんだけど、それでもなんかやっぱり塩分が足りないと調子悪くなるような気がして、私はちょっと塩取ったりします、夏に。自分でなんかちょっと調子悪いぞと思ったら、塩をちょっとパッピッと舐めたりして、あ、すごい元気になったとか思う時があるので、真夏はねやっぱり汗で相当塩分が出ちゃってるんだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。